はい、では後半戦15パック参ります。参ります。さっき超勝ちが1枚も出なかったんで、まあ今回超勝ちが3枚出ますね、後半で。つまり左が全部当たりです。はい、右は外れだから結構動画には楽しみがありますね。はい、後半の方が楽しみがでかいということで、皆さんお楽しみに。ドラゴニックシュートを早速超勝ち。さてと、あ、じゃあガチリアでした。覇気瞑想ですね。これはいいカードです。まあ結構、普通に使えばゲージ2置くでしたっけ、はい、結構強いですね。デッキの上から2枚ゲージ置けるんで。覇気瞑想はデンジャーワールド使いには確実に入る。あー、マナイトサキュバスワンボックスに1枚ですね。基本レアはワンボックスに1枚なんですが、出にくいのも、あります。このゲームには。ラテルシールド、熱いな。ツインアタックタクティクス。ドラゴニックデストロイ。このドラゴニックデストロイを使ったね、新しいデッキがね、ドラゴニックデストロイのドラゴンが出てるんで、はい、ぜひそちらの方も作ってみると楽しいかも。ガラスの魔術師か。まあ強いんですけどね、マジックデッキに基本入るって言われてます。なんか、哲也のデッキにも魔術師だけど入るみたいですね。アイボロス。まあ、72柱ではないんですが、結構強いです。カード1枚引けるっていう能力が、なんか買われて入ってるらしいですよ。ポーンストーム。あー、バイモン。マルバス。あー、普通にいつもまあこんな感じの開封動画なんで、興味ある方だけが見てくださいって感じの動画ですね。でもまだ超勝ちが出てないのはなぜだ？ってことはもうラストの方の本当のラストで出るのかな。あ、今度こそ超勝ちですね。超勝ちっぽかった今。あー、パイルバンカー超勝ちです。まあこれ嬉しいですね。500円ぐらいのカードなんで、はい、まあ普通に当たりの超勝ちですね。でもこれだけじゃ元取れないな。ソロモンの盾、元取る気はないんだけど、ワンボックス買うと元取れないし、だけどせめていいカード当たってほしい。究極とか当たんないだろうけどさ。まだ1枚しか出てないぞ超勝ち。ってことは、あと残り5パックぐらいで、超勝ちが2枚出るってこと？本当に最後の最後に当たるんだな、これ。あ、トランスフレームいいですね。これマジックワールド基本入りますから、トランスフレームは。まあ別に徹夜でも入りますね、トランスフレームの場合は。ループス。あ、アーモナイトデーモン。これは元取れてますね。500円ぐらいのカードです、これも。500円ですが、基本欲しかったカードですね。これで当たるのは嬉しいです。なかなか当たってくれないんで。アスモダイ来ないかな。残りあと1パックやぞ。あ、ドラム2枚目。あれ、ワンボックスで普通2枚出ないんですけど。なぜでしょうね。たまに2枚出るということで。はい。アレクサンダー。あれ？超勝ち。あれ、ドラゴンシールド、青龍の盾。え、2枚目来ました。あれ？これで出ないんですけど。ナイトエナジー1枚。でもこれ1枚しか入ってないはずなのに2枚。で、なぜか超勝ちが下げられた。パイルバンカー2枚と、あ、1枚と、アーマナイトデーモン1枚で、あと出ませんでした。はい。で、ディアボリカルハーコ嬉しかったんですけど、はい、超勝ちが2枚しか入ってませんでした。どういうこと？まあ、青龍の盾2枚も入ってたんで嬉しいんですけど、多分ドラムと青龍の盾2枚ずつなんで、このボックスは超勝ち2枚にしようって話になったんだと思います。バディファイトの、その、ブシロードさんの方で。それか、これアマゾンで買ったんですけど、まあ実際自動販売機で出てきたとか言ったけど、実際はあれです。アマゾンで買いました。それを、自動販売機に先に入れておいて、100円入れて、ドーンってやったんですけど、そのアマゾンの販売元の方で、まあ中身をいじくったか、ただきちんと袋してあったんで、包装してあったんですよ。その売る場合の、
だから多分それはないと思います。だからブシロードの方でこういう風にして売ったんだと思うんですけど、ちょっとひどくないですかこれ。1,2,3,4,5,6,7,8ですけど、ガチレアを多くして結果的に超ガチを3枚から1枚減らしたっていう感じのやつになってました。まあ多分究極の外れ箱っていう、まあ題名だと思います。はい。まあただ、外れ箱ではないですね。俺的、個人的にですが。まあ一応、青龍の盾2枚ゲットできたのがでかいです。逆に当たり箱ですね。普通に究極のタスク当たりより嬉しいです。で、ちなみにナイトエナジー。はい。これをもう1枚増やして欲しかった。どうせ、ね、超勝ち出ないんだったら、これも1枚増やしてくれると嬉しかったですね。まあでも、ドラムが2枚出たっていうことで、うん、多分そこら辺で昔の箱なんで、調整したんだと思います。まあ、ということで今回こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。